はい。それでは本日は2級建築施工管理技士の学科試験、平成28年問65番、施工、押し出し成型セメント版について解説をしていきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますので、そちらからもご覧ください。今回の問題の答えは4番となります。外壁の押し出し成型セメント版の欲張り工法に関する記述として最も適当なものはどれかという問題になります。今回の問題はですね、以前放送させていただいた放送よりも、えー、解説よりもですね、全部、えー、細かくなっておりまして、 ま縦張張りりがなないい横張りだけの問題になるということですねこちらを先にお話ししていきたいと思います。このオフシャ成形セメント板というものはまず何かというと ALC パネルに似たような板のことを言うということですね。まあ、この細かく言うと ALC パネルとオフシし成形セメント板ちょっとだいぶ違ってくるんですが、まあ、このようなですね EPC、e、ECP ですね。ECP を今後施工される方とかあとは今施工されている方に関しては ALC パネルと別の こと、もうちょっと細かいことを勉強していただく必要があるんですけども、まあ、それ以外の方に関してはですね、この横張り工法とか、どのような感じになっているのかというのを、えー、図で見て、絵で見て、そして、えー、記憶に定着させていただけるためにやっておりますので、まあ、細かくは説明しないということになります。この ECP なんですけども、エクスティーディットセメントパネルと言われております。このエクス x t ディットというのが押し出されたという意味、そしてセメント、そして板ですね。これは ALC に似たようなパネルのことを言っており、えー、言っております。この板の中にですね、 中空を有し、衣装的デザインを持つというのが特徴になります。このようにですね、空洞があって、そして、このような部分が押し出されていると。なので、普通の ALC パネルに比べたら、ちょっと一生性、まあ、デザイン的に優れたものが、この ECP パネルになるということですね。これ、えー、と表面のた縦張りの方向のことを言っているんですけども、今回の問題に関しては、横張り、横に張っていくものが、えー、まあ問題になってくるという流れになります。まあ、このようにですね、えー、ECP を、をこう、 貼り付けけていくんですけども、えー、ここにですね、自重受け金物、そして Z クリップという緑の,、えー、この取り付け金物があります。この自重受け金物に関してはですね、このパネル3段、えー、積み上げが3枚以下ごとに、えー、1個、えー、1段、えー、この自重受け金物を付けるというのが施工の規定として出されております。それ以外に関しては原則としてこの Z クリップというものを用いるという流れになります。この Z クリップというものはですね、まあ、このように まあちょっと Z みたいな感じになっていて、まあ、これを Z クリップというんですけども、ここに、えー、パネルのところにですね、このようにボル,トと、えー、ボルトで取り付けるという流れになるんですけども、まあ、このようにですね、ルーズホールというちょっと穴が開いている部分があります。このルーズホールの中心に、えー、こう固定する、これが、えー、横張り工法の、えー、基準になるということになります。これも3番で出てくるので、えーまあ、この1番から3番を覚えていただければと思います。まあ、このように、えー、鉄骨の、えー、下地の鋼材に取り付けていくという流れになります。 今回がですね、この問題のまあ趣旨になってくるので、まあ、こちらだけでも、えー、今回の問題に関しては覚えていただければと思います。では、まず1番からいきます。パネルは構造体に取り付けた、下地鋼材に固定された自重受けかなもので取り付けた。こちらの問題は正解です。この自重受けかなものに関してはですね、パネルの積み上げ枚数、最初も言ったんですけども、1、2、3枚以下ごとに、このようなですね、L 型の自重受けかなものを付けていくという流れになります。 まあ今回3枚とはですね、記載されてない、記載されてないんですけども、まあ、下、下地、えー、材にですね、まあ、一定の間隔で、えー、自重受け金物は、えー、Z クリップ以外にも取り付けなければいけないので、えー、こちら1番に関しては正解になります。それでは2番。パネルの取り付け金物、ものコ Z、Z クリップは、パネル1枚につき、上下2個、2箇所ずつ、4箇所取り付けた。えー、こちらの問題は正解です。この Z クリップに関してはですね、まあ、このように、えー、上下、 に取り付けて、そしてこっち側、反対側の両端にも取り付けるということになります。なのでこの問題はですね、こちらの絵が想像できれば解ける問題になります。取り付け金物、Z クリップに関しては原則として、Z クリップを用いてパネルの4隅に取り付けるようにするという流れになります。2番はこちらのことを言っておりますので正解になります。それでは3番、パネルの取り付け金物、括弧 Z クリップは取り付けボルトがルーズホールの中心の位置になるように取り付けた。 こちらの問題も正解になります。今回はですね、この Z クリップの詳細なんですが、まあ、このような Z クリップ、先ほど説明させていただいたこの Z クリップがあるんですけども、これの取り付けボルト、この黒色の部分のことを言ってるということですね。この取り付けボルトをルーズホールの中心、このように空洞の空いたところの中心に位置にして、そして、えー、パネルに、えーまあ、施工していく、取り付けていくというのが、えー、この横張り工法の施工の規定になりますので、3番に関してはこちらの ことを言っておりますので、正解になります。それでは最後4番。パネルへの取り付けボルトの穴開けは振動ドリルを用いて行った。こちらの問題は不正解です。結論から言うと、振動ではなくて普通のドリルを用いて穴開けを行うという、穴あけを行うというのが正解になります。このパネルの穴開けなんですけども、振動ドリルを用いてしまうとですね、パネルに破損をする恐れがあります。ダダダダダダと振動をしてしまうので、パネル自体がこう空洞になっているので、 まあ破損してしまう恐れがあるため振動しない普通のドリルでえ穴を開けてくださいねというのが本問題の解答になります。以上のことから今回は4番が間違えているので4番が答えとなります。